こんにちは、トバログです。今日は久しぶりにカメラネタなんですけども、インスタ 360X3 っていう360度全天球撮れるカメラを購入しました。ちょっと前にね発売されたやつなんですけど、最近ねちょっと360度カメラで撮った Vlog とかどんな感じで撮れるんだろうっていうのがねすごい興味が出てきて、まあ、最近ちょっと自転車に乗ることも多くなったし、 Vlog をね定期的にアップするようになったので、そういう用途で使いたいと思って購入してみました。というわけで今回はこのカメラ自体の性能と、あと実際にね撮った映像を紹介していこうと思います。それでは行ってみましょう。はい、というわけで早速ね開封していきたいと思います。いや結構楽しみですね。もともとねシータ S っていう360度カメラ本当に5年ぐらい前とかに使ってたんですけど、なんかね保存形式とかそういう共有手段とかがあんまりなくてね、なかなかこう日常のカメラとして使うことなかったんですよね。最近ねドリキンさんっていう人が日常の Vlog でこういうねインスタ360シリーズを使ってて、それでこんなに普通の日常Vlog でも面白い感じに撮れるんだっていうのがね見て気になってたっていうのがめっちゃあります。よいしょ。はい、めちゃくちゃコンパクトですね。こんな感じ、もう手に収まる、いやちゃんとねポケットに入るぐらいのサイズ感で、これで360度撮れて、しかもね防水仕様で、まあ、衝撃もそこそこ強そうみたいなところがめちゃくちゃ良さそうっすね。こうやってね物理的なジンバルとかを搭載してるわけじゃないんで、まあレンズの保護どうするか問題はちょっとあるんですけど、あえてねこういうケースに入れて持ち運ばなくてもいいから、結構すぐなんか Vlog とか撮るの最適なのかなっていう感じがしてます。ちょっとねサイズ比較するために iPhone 14 Pro Max と GoPro Hero 11と今回ね購入したインスタ360と DJI ポケット2をね並べてみたんですけど、やっぱね GoPro がね圧倒的にコンパクトなんですが、まあ、ポケットにね、まあ、スマートフォン的な感じで持ち歩くにしても全然ね持ち歩ける感じかなっていう気がします。写真は別途ねこういうカメラを持ち歩いてるので、動画機として、まあ、持ち歩いても全然サイズ的にもかさばらないなっていうのが結構好きなんですよね。で一応ね同梱物もチェックしておきたいです。僕が購入したのは本当にスタンダードな一番安いモデルなので、特にね何かが付いてるとかではないとは思うんですけど、何付いてんだろう。逆にUSB-C to USB-A ですね。で、嬉しい、一応ケースついてるわ。ここの純正レンズカバーの在庫が潤沢になってくるまではこれを使いたいって感じですね。本当にシンプルだ。説明書となんか画面拭き、レンズ拭き的なのと、あとステッカーがついてるって感じです。一応本体もチェックしていきます。1/2センサーを表と裏側に搭載しているレンズ、 5.7K の360度映像が撮影できるんですね。でなおかつこのね360度カメラで強いなと思うんですけど、防水仕様なんですよ。 IPX8 等級の 10m 防水を搭載しているので、水を使う系のアクティビティにもそのまま持ち込んで迫力のある映像が撮れるみたいなところがね、結構そういうアクションカム的に使えるっていうところもポイントが高いですね。電源まだ入れてないんですけど、ディスプレイめちゃくちゃでかいんですよね。なので自分がこうやって撮ってる映像とかがその場でチェックしやすいみたいなところも嬉しいポイントで、これシャッターボタンと多分ね写真とか動画とかの切り替えボタン、この辺は何だろう、おそらくマイクだと思うんですけど、両側に特に開くことのないボタンっぽいスピーカーっぽいものが搭載されていて、多分ねここにもマイク搭載されてるんですよね。1、2、3、これが多分マイクだと思うんですけど、ここスピーカーとかかな。ここはおそらく充電とか、あとマイクアダプターを装着して使う USB-C ポートですね。でバッテリーが、このままバッテリーなんだ、すごっ。サードパーティーのちょっと怪しい中華バッテリーとか使うとなんか防水性能とか気になる気がする。で電源ボタンと、ここにもね Q っていうボタンがあります。これ何なんだろう、ちょっと電源入れてみよう。おお、アクティベート。ディスプレイは意外と綺麗ですね。タッチの感じも良好。Q はプリセットボタンですね。クイックメニューとかそういうのが表示できる。クイックか。ああ、なるほど。GoPro みたいに自分でプリセットを置いておいて、それをね、ここを押すことで使い分けられるっていう仕組みですね。スワイプして撮影モード切り替え。すごい。なんかバイブレーションも搭載されてるわ。写真、動画。アクティブ HDR、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ動画、スタープラス、バースト、いっぱいある、いっぱいありすぎて選べん。でシングルレンズ、片方のレンズだけを使うモードだと写真、動画、
自撮りモードループ動画っていう感じですね。これで動画にするとなんか直感的で選びやすいな。この辺 GoPro より使いやすそう。自動 2000K、 あ、これホワイトバランスか。ホワイトバランスとか鮮やか、あ、ログ収録選べる、これめちゃくちゃ嬉しい。僕結構 Vlog で色を乗せるのでログ収録は必須ですね。嬉しい。で、明るさとかそういうのをね選ぶものがあります。こっちをスライドするとギャラリーで、あ、すげえ、 AirPods と連携して AirPods がマイクとかになるんだ。うわ、これちょっと AirPods 欲しくなるな。で、画面の明るさとか風切り音の設定とかですね。あ、嬉しい。方向性強調、結構声だけ撮りたい時とかあるんで嬉しい。解像度、あ、この辺 GoPro ライクっすね。 5.7K4K4K30p、4K だと 60p まで選べるけど 5.7K だと 24、25、30 っていう感じですね。これめちゃくちゃ嬉しい。タッチパネルでどんな感じで映像を切り取れるかがわかる。すげえ。ドゥインドゥイン。で、カメラは1800万画素と7200万画素が選べます。シングルレンズだとこんな感じですね。このカメラの切り替えでリアとフロントを選べる感じです。で、 4K30p まで、1080だとフレームレート60で撮れる感じですね。 2.7K でも 60、4K だと 30p までっていう感じですね。で、アスペクト比が一応選べるのと、で、水平維持で地面に対してこういうね回転もちゃんと検知してくれるからバイクとかでも使いやすいみたいな。で、画角としてはフルサイズ換算で 6mm ぐらいのレンズを搭載しているので、広角、超広角、リニアっていう感じの3段階が選べます。リニアだとこれぐらいの画角で、広角だとこれぐらい、超広角だとこれぐらいですね。めちゃくちゃ広く多分景色が映せる感じになると思います。で、今ね電源入れて動画を撮ってない状態なんですけど、かなりね熱くなる感じはありますね。これ熱落ちとか熱暴走的なの大丈夫なのかちょっと心配です。はい、今ねいろいろ設定項目とか見てみたんですけど、実際にね外に出ないと使い勝手わからないというところで、早速外に出て使っていきたいと思います。はい、ちょっとね車載的な動画を撮る感じで、今カメラを自転車に固定して撮ってみてます。やっぱ見た目はね問題なさそうなんですけど、声は入ってないかも。こういう使い方一番ってと思うんだよな、このカメラ。ヒュー、目の前でちょっとバラブです。あれをご覧くださいみたいなことがしやすい。360だから意外といけるかな、これ。声はどんな感じで入ってるか気になりますね。だいぶ風切り音は確かになんかモフモフみたいなのねつければ全然いけそうだな。おー、こんなのやってるよみたいなのもなんかねこうわざわざカメラをこう自分で切り替えなくても後で編集の時にこうトップしてね切り替えて他の景色見せられるっていうのはやっぱ車載 Vlog にはすごい向いてますね、こういう感じ。あと熱暴走だな、気になるの。結構暑くなるんでどのぐらい暑さをね抑えられるかっていうところも割とある気がしますね。はい、で今ね車載用に普通のまあなんか昔買ったウルトラスティックっていう多分ね見えてると思うんですけど、こういう自撮り棒を使ってて、これだとね棒の部分普通に入るんですよね、こんな感じで。だけどインスタ360が出してる見えない自撮り棒っていうのを使うとどういう原理なんだろう。普通に画像処理で見えなくしてるだけなのか。ちょうどこのカメラのレンズの真下の位置にこのね棒の部分が来てるから、ここで雲台とかで角度をね調節しないんですよ、あの360度見えてるから。だから、まあ、この下の部分が消えてなくなるっていう話っぽい。こんな高さでこういうスタイルで歩きながら Vlog も撮れるみたいな感じですね。第三者視点で撮ってるような感じになるっぽい。海外旅行とか行ってたら一発で怪しさを感じますね、これ。360自撮り棒だとこういう三脚モードできるんで、こうやって置いて周りの環境を
いや、まあ、わかりやすいですね。で、あとね、意外と音の録音に関しては、この AirPods とかをつけて、そこのマイクをね、マイク代わりにできるという機能があって、まあ、今ね、これ使ってるんですけど、Beats の Beats Fit Pro をつけて、今マイクで喋ってるんですけど、なんか、実際ちょっとテスト的に試した時に、微妙に音がね、プツプツ割れる感じがあって、ビーツだからダメなのか、純正の AirPods でもそうなってしまうのかっていうのはちょっと気になりますね。例えば車載動画とかで、このね、ちょっと遠くの距離から動画を撮ったりしていても、全然音が入らないでノイキャン的な感じで綺麗に撮れるかもしれないし、こういうね、自転車に乗って動画を撮るっていう時だと、やっぱり周りの音気になったりするんで、このシーンでかなりこれができたら熱い。反射性のテスト、夜のライド、夜のサイクリング、これはいけるのかな。なんか空気感全然違いますね。気持ちいいね。気持ちいい。めっちゃ好きだね。この辺から撮ったらでもそれになる気がする。ドローこの辺から。いやなんかめちゃめちゃブラリ散歩旅っぽい感じ。ああ、なるほどね。小井取りのね。小井取り。そんな伸びんの？いやこれマジでこの本カメラ本体の倍ぐらい重い。めちゃくちゃいいじゃないですかこの感じ。ここでやるのが多分一番みんな悪い。わーらしいー遊び系 And you? ボールとか持ってくるねフリスビーフリスビーってのが欲しいなこれでも知らないマジでヤンキーマジでヤンキーうーん壊れちゃうよマジでヤンキーはい、こんな感じでめちゃくちゃねざっくりとしてそしてほとんど編集もされてない Vlog みたいな感じの検証動画だったんですけど、まあ、こんな感じで結構ねいろいろ工夫次第で面白い映像が撮れる感じがしますね。今のところこのねカメラは3週間ぐらい使ってるんですけどその間でねちょっとグレードアップしましてこんな感じで三脚ネジ穴にストラップホルダーをつけてでストラップをつけてねこうやって首からぶら下げたりまあカバンとかでもね取り出しやすいようにしています。で基本的にはね結構気に入っていて GoPro とかスマホとかではねなかなか撮れないようなさっき見てもらったような面白い映像が撮れるのは結構いいんですけどただねちょっとやっぱ大変なのがやっぱ編集ですね。編集作業が大変で一応ねこのカメラとインスタ360のアプリを接続してこのアプリ上でね動画を選んで編集するっていうのもできるんですけど基本的にはね、まあ、ワイヤレスで接続しているので動画を編集するときにこっちのねカメラも電源オンにしとかなきゃいけないんですよね。こんな感じで動画をねインスタ360のアプリでグリグリね編集できるっていうのは結構いいんですけど、まあ、トワログそんなにこのアプリに使い慣れてないっていうのとあとまあいつものね Vlog 的な感じで
テロップ入れたりとか、なんかこう複数のね、例えば100カットあったら100カットをこうね、つないでタイムラインにつないでいくとか、まあ、普通のね Vlog カメラと比べるとちょっとね、めんどくささはあるかなと思います。家族用の動画とかスポーツのね、一発技を決めるとか、そういうね、なんかシンプルなものだったらいいんですけど、こうカット編集とか言葉をベースにこうなんかね、つないでいくとかは結構めんどくさそうかなっていう感じがしますね。もちろんね、このアプリ内に動画を保存するっていうのもできるんですけど、オフラインに結構時間かかるんですよ。これがワイヤレスで転送するので、1クリップあたりこんだけね、全然進まない、なんかエアドロップくらいのスピード感で動くんで、結構これ Vlog をたくさん撮る用途にはきついかなっていう感じがします。 Android スマホだとね、直接 USB-C でつないでこっちのアプリに送るっていうのはできるんですけど、まあ iPhone だとね、それが難しいですね。 iPad でもできなかったと思います。100クリップとかをね、このスピード感で移動するのはちょっと現実的ではないなっていう感じがありますね。で、このカメラの場合マイクロ SD を搭載してるんで、マイクロ SD をね、カメラに読み込んで、この PC でこうやってグリグリ編集できるのは結構ね、ありがたいんですけど、やっぱね、ちょっと UI が独特というか、いつもね、動画編集で使ってるこういう点キーとかがちょっとね、使いなさそうなのがなかなか難しいんだよな。そもそもね、ソフト自体がオリジナルなので、こうやってね、操作に自分で慣れていかなきゃいけないっていうのはもちろん、あとまあタイムラインというかね、そういうプレミアプロとかファイナルカットみたいにたくさんのクリップを置いて、その上からテロップを置いてみたいな、このアプリだけで完結するのがちょっとね、難しそうなんですよ。なので、まあ必然的に動画を書き出ししてプレミアプロで送って、それをね、使うっていうスタイルになると思うんですけど、そこまでして、まあ、360度で撮っとかなきゃなっていうところもね、なかったりするので、結構そこが割と普段の Vlog と比べると手間かなっていう感じですね。で、このソフトをダウンロードするとプレミアプロ用のね、プラグインもダウンロードしてくれるんですけど、これはこれでめちゃくちゃ不安定なんですよね。まあ、読み込めはするんだけど、基本的になんかめちゃくちゃ動作がこう重くなるんですよね。今はちょっと早い感じするんですけど、この視点切り替えのプラグインも別途 GoPro 用のやつをなぜかGoPro のサイトからダウンロードしなきゃいけないし、この視点切り替えをする時も結構ね、こうめちゃくちゃカクつくというか、本当にあらゆるクリップの作業が結構ね、もたついてフリーズしてしまうので、この動画で紹介したね、さっきの作例みたいな動画を作る時も結構ね、5回ぐらい PC 再起動してプレミアプロ書き出し直してっていうのをしてて、意外とやっぱまだまだ不安定な感じはあります。まあ、一応ね、このフル画質っていうところを8分の1にして、なおかつプロ機種をね、作ればもう少し若干ね、マシにはなるんですけど、なんかふとしたタイミングでもう処理落ちというか、処理中ですから動かなくなってしまう時もあったり、まだまだね、やっぱ不安定感は否めないですね。こうやって今見てる分にはね、なぜかこういう時には再発しないっていう感じなんですけど、プレミアプロでね、快適に Vlog を作るっていうのはちょっと今のところは不安定すぎて難しいかなっていう気がしています。まあ、どっちを撮るかですね。トバログみたいにこういうね、 Vlog スタイルとか検証動画をね、こういろいろ細切れにね、つないでいくのであれば、プレミアプロを使うのが一番いいけど、まあ、家族用の動画とか、これね、スポーツ、パルクールとかスケボーとか、そういう動画をね、ちょっと撮りたいっていう用途だったら、全然、まあ、単体でスマホアプリでね、ちょっと加工して TikTok とかインスタ用にやるっていうのもすごくいいかなと思います。そういう使い方をするのにどっちかっていうと向いてる感じですかね。このね、編集作業めちゃくちゃめんどくさい問題を除けば、本当にね、この 180g でコンパクトだし、なおかつまあ防水仕様だし、結構頑丈で、まあラフに持ち歩けるっていう点で考えると、結構まあアクションカムとしても良さそうかなっていうのは感じます。まあ、バッテリー持ちもね、意外と良くて、個人的には GoPro ぐらい持つ気はするし、こうやってねバッテリー交換できるので、まあそういう点でもね、使いやすい気がしますね。あと音声も結構しっかりと撮ってくれるので、意外と YouTuber 的なね、 Vlog を撮らないのなら結構いいのかなっていう気がしてます。逆に残念な点で、編集以外で言うと起動の遅さですね。ちょっとふとした瞬間に Vlog 撮りたいってなったら、ポチって今電源ボタン押したんですけど、電源ランプは光ってるけど、動画撮影できるようになるまでちょっと時間がかかるみたい。今ね、初めて動画が撮れるようになったんで、このね、5秒ぐらいの待ち時間、ちょっとね、日常的に使うのは若干めんどくさいかなっていう気がします。はい、まあ実際にね、このカメラ3週間ぐらい使ったんですけど、使った感想としてはやっぱり編集作業めんどくさい問題があるので、まあ日常的にすごい使いやすいっていう感覚は今のところそこまでなかったですね。 GoPro とか DJI ポケット
2の方が若干使いやすいかなと思います。ただまあ面白い映像を撮りたいとか、それこそねワンショットでスポーツの絵を撮りたいとかスケボーの絵を撮りたいとか、そういうシーンではね結構向いてるかなってところですね。あとはまあ僕今回試してないんですけど、 VR 用にね定点でこうやって置いといて、その場所の映像をねこうやって雰囲気で楽しむとか、そういう使い方もできるので、意外とね使う場所を選べば結構汎用性が高いアイテムかなと思います。というわけで今回はこんな感じでこの動画を終わりにしようと思います。気に入っていただいた方はぜひいいねボタンお願いします。チャンネル登録もお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トモログでした。